大菩薩峠、鈴鹿山の巻、中里海山、一、浜、雪は積もったか。こたつに仮寝していた机竜之助は、ふと目を開いてだるそうな声。はい、さっきから少しもやまず、ご覧なされ、母寸も積もりました。うむ、だいぶ大きなのが降り出した。大きなのが降ると、ほどなく止むと申します。このふんではなかなか止みそうもない、 今日一日降り続くであろう。降っているうちは見事でありますが、降った後の道が困りますな。後が悪い。龍之助は横になったまま、幾太郎に父を飲ませている差し向かいの小達越しにお浜を見て。後の悪いものは雪ばかりではない。浮世のことはみんなそれじゃ。今日は龍之助の言うことが、いつもと変わって潮らしく聞こえます。ほほ。 里心がつきましたか。お浜は軽く笑います。どうやら酒の酔いもさめかけたような。龍之助はまたしばらく目をつぶって、言葉を休めていましたが。浜、甲州は山具になれば、定めて雪も積もることであろう。はい、金峰山おろしが吹きますときなぞは、私の故郷八幡村あたりは二尺もたまることがありまする。こんなことを途切れ途切れに話し合って、 雪を外に今日は珍しくも夫婦の中に春風が吹き渡るように見えます。悪縁に結ばれた夫婦の中は濃い酒を絶えず飲み続けているようなもので、飲んでいる間はお互い匂いの中に溶け合ってしまいますけれども、それが冷めかけた時はお互いの胸にたまらないほどの味気なさが湧いてきます。その故にある時は、二人の間に死ぬの生きるのというほど揉め出すかと思えば、 ある時は水も漏らさぬほどの親しみが見えるのです。某は寝たか。はい、すやすやと寝入りました。酒はまだあるか。まだありましょう。こう振り込められては所在がない。また酒でも飲んで昔話の蒸し返しでもやろうかな。それがご無事でご残んお浜は寝入った幾太郎を、片絵にあった座布団を引き寄せてその上にそっと抱き下ろし、 こたつの布団の裾をかぶせて立とうとすると、表で爽やかな尺八の音がします。ああ尺八。龍之助もお浜も、にわかに怒ってそうしてこのしんみりした雪の日、人の心を吸い入れるような尺八の音色に惹かれて静かにしていると、その尺八は我が家のすぐ草下に来て、採在した音色を欲しいままにして、いよいよ人の心をそそるようです。良い音色じゃ、暴力をしてやれ。 お浜が彫刻を包んで出すと、外では尺八の音色がいよいよさやかに聞こえます。お浜は台所に行っている間、龍之助は寝転んだままで、その尺八を聞いています。塩の山、差し出の磯に、すぐちどり、君が見ようば、八千代とぞなく、余韻を残して尺八が行ってしまった後で、龍之助は再びこの歌を歌ってみました。塩の山、 差し出の磯に、住む千鳥、そこへ調子を持ってきたお浜が、君が見ようば八千よとぞなく、と立ちながら続けて日っと笑いましたので、龍之助は、よく知っている、故郷のことですものを、故郷とは、潮の山と波炎山のこと、差し出の磯は私のふるさと八幡村唐草壁へかかる笛吹川の岸にありまする。ああ、さようであったか。 潮の山、差し出の磯に。龍之助は無意識に歌い返してみました。ここにいて笛を聞くのは不竜でござんすが、この寒空に外を流して歩くお人は、さぞ辛いことでしょう。お浜も、こたつに、冷たくなった手を差し入れて。それも若い者ならばともかくも、今の小無双のように年を取った身では。とかく不流は寒いものじゃ。竜之助は沖縄り。 おはまのヨール坂月を取り上げて一口飲み。親父も尺八が好きであったがな。あの男長様が、そうじゃ、親父は頑固な人間に似合わず不流であった、歌も作れば歌も読む。龍之助が父の噂をしんみりとやり出したのは、おそらく今日が初めてでしょう。この寒さは、定めてご病気に触りましょう。うむ、竜之助には、 この頃初めて父のことが気にかかるようになったらしい。島田虎之助を極力褒めていた父の言葉が、昨夜という昨夜、ようやくがテが行ってみると、父はやはり目の高い人であった。それで自然、今までに出なかった父の噂が唇の先に上ってくるのです。ご無事でおられますことやら、世間さえなくば、お見舞いに上がろうものを、 お浜の付け加えたる言葉は龍之介の鬼心をそそるように聞こえたか。浜、はい。二人で一度、ふるさとへ帰ってみようか。あの、お前様が騒いまで。うむ、最初には公衆金から、そなたのふるさと八幡村へ。あれより大菩薩を越えてみようか。それは嬉しいことでござんすが。万一のことがありましては、お浜の顔には懸念の色が浮かびます。 忍んでいけば大事はあるまい。お詫びはかないませぬか。所詮。あの騒いのお邸にお住まいになれば、どんなに肩身が広いでしょう。浅はかなことを言うな、生涯あの邸には住まわれぬ。もう土地の人とても、大方は昔のことは忘れたでござんしょう。いやいや、あの辺りに住む高原一刀流の人々は、未だに拙者を根深く恨んでいるにそういない。 元はと申せば試合の毛が、そんなに根深く思うものはござんすまい。龍之助は答えず、しばらく打ち銀じて思い出したように。浜、踏みの城には弟があったそうな。文みの城の弟。はい、兵馬と申しまする。その兵馬。それは今どこにいる。私が出るまでは番長の親戚におりました。年はいくつになるであろう。 さよう、数え年の十七ぐらい。その兵馬は、定めて拙者をよくは思うまい。まだ子供でござんすものを、恐れるというではないが、いささか心がかりになる。今もその番長の親戚とやらによるか、折もあらば聞き届けておくがよい。もし兵馬がお前様を仇と狙っていたら何となされます。仇呼ばわりをしたらば撃たれてもやろう。 次第によっては切り捨ててもくれよう。それは不憫なこと、平馬には罪がないものを。お浜の本心を言えば、平馬に憎らしいところは少しもない。平馬にとっては自分は親切な姉であったし、自分にとっては平馬は可愛い良い弟です。その心持ちはどうしても取り去ることはできないのですから、万一平馬が龍之助を狙うようなことがあらば、 龍之助のために帰り討ちに会うは知れたこと、そのことを想像すると、お浜は兵馬が不憫でたまらなくなります。拙者はだとちゃうものがありとすれば、それは兵馬一人じゃ。同流の門下などは拙者を憎みこそすれ、拙者に歯向かうほどの大胆な奴はあるまいけれど、分の上には肉親の弟なる兵馬というものがある以上は、子供なりと手枕をたこうはされぬ。 仇を持つ身の心配を今更ここに打ち明けて。兵馬さえなくば、父に詫びしてふるさとへ帰ることも。兵馬さえなくば。その言葉の下には、兵馬を探し出さば、泣き者にせんとの考えがあればこそです。お浜はここに言わん方なき不安を感じ始めました。文みの城を泣き者にさせたのは誰の仕業であったろう。 また兵馬をも同じ人の手で同じ運命に送らねばならぬとは。お浜は戦立しました。その時、吉田氏、ご在宅か。外から呼びかけた声。おその声は芹沢氏。龍之介はくるりと起き上がります。客は新町組の隊長芹沢かも。に、芹沢鴨と机龍之介とは一室で話を始めています。さほど広い家でもないから、 次の間ではお浜が客をもてなす支度の物音が聞こえる。お浜の方でも、二人の話し声がよく耳に入ります。時に吉田氏、芹沢の声が一段低くなって、昨夜のざまは、ありゃ何事じゃ。何とも面目がない。肘固めも青菜に塩のありさまで立ち返り、近藤に話すと、近藤目、火のように怒り、 今朝未明に島田の道場へ押しかけたが、やがて方法の手いで逃げ帰りおった。聞き死に勝る島田の手腕。ここにもまた机龍之助の吉田龍太郎が、しおれきっているので芹沢は安からず。この上島田を切る者は貴殿の他にない。これが火でも島田を切らねば身長組の面目丸つぶれじゃ。しかし、本来を言えば島田には何の恨みもない。 落ち度はこっちにあるから自業自得じゃ。そうでない、我々同士が敵でもあり、抗議にとっても油断のならぬ島田虎之助、ぜひとも命を取らにゃならぬ。低く話すつもりでも高くなりがちな芹沢の子はね。次の間で支度を済ました小浜は、穏やかならぬ話の様子が心配なので、そっと幾太郎の旗に添い寝をしながら2人の話を立ちに来。いやね聞きです。 お浜はこうして次の間の話を盗み聞きしていると、それから話し声は急に小さくなって聞き取れません。お浜は近頃龍之介が夜の帰りも遅くなり、時には酒に酔うて帰ることが多いので、それも心配の一つ。ことにいずれも一癖ありそうな老人者とばかり往来することが心がかりでなりません。今来た客というのも老人組の体調株であるとやら。 最善話の通り、ふるさとへ引き込むことができれば、龍之介の心も落ち着いて、酒を飲むこと、気が荒くなることもやみ、老人者との往来も少なくなるであろう。低い声で龍之介と芹沢とが話し合っているうちに、折々近藤とか土方とかいう人の名が聞こえます。土方歳三という人は剣術のできる人で、元の夫、文之の城とは往来のあった人、 この頃どうかすると龍之介の口からその名前を聞く。また近藤勇という人も、八王子の天然疑心流の家元へ養子になった有名な荒ム者であって、これも龍之介が近頃行意にしているようです。それらの名前を聞きとがめては、色い々ろいろと気にしていると。吉田氏、貴殿は宇津木氷馬というものをご存知か。芹沢の口から出た兵馬の名。 お浜は,ははっとしました。何、うつき龍之介の言葉も景色ばむ。いかにも、そのうつぎひょうまというものが、貴殿をあだと狙いおるげな。そのような覚えがないでもない。龍之介はさのみ驚かず。そのうつぎひょうまに、近藤、どかたらが助立ちして、近いうち貴殿の首を取りに来るそうじゃ。ありありと聞き取ったお浜は,は、 顔を忘れて正直際に耳を寄せようとすると、ちぶさがよく寝ていた幾太郎の顔を撫でて、子供は夢を破られんとし、むずかって身を動かすので、お浜は慌てて抱えてあやなします。それから話はまた小声になって、なんだか聞き分けられません。しばらくあって、しからば拙者はこれでおいとまをいたそう。貴殿もよくよく考えておきめされよ。 セリザワはこう言い捨てて帰るらしいから、お浜もそこを置きようとすると。その宇津木兵馬とやらはどこにいる。立つセリザワに問いかけたのは龍之助です。それは明かされぬ、それを明かしてはあったら少年が帰り討ちになる。しかし、お用心ご用心。うむ、龍之助は押し返して問うことをしなかったと見えます。み、よはちさん、私はこのお邸で死ぬか、 そうでなければこのお手を逃げ出すより他に道がなくなりました。とうとう我慢がしきれずに、お松葉よ鍋をしているよはちのところへ来てほろほろと泣きました。仕事の手を休めて聞いていたよはちは、逃げ出すがよ勘衛、いきなりにこう言い出して、やがて後を続けて言うには、ほらもお前様に力をつけて辛抱するように言ってみたけれど、 どっちにしてもこのお手はためになんねえお手だ。いっそのこと逃げ出した方がいいだ。それでは与八さん、私はすぐにこれから逃げ出しますから誰にも黙っていて。お前様が逃げ出すならおらも逃げ出すから、一緒に逃げべえ。余八さん、お前が一緒に逃げてくれる。これはお松にとっては百人力です。こうして二人は、 風紀の悪い旗本神尾の手を抜け出す相談が決まってしまいました。与八と緑とは、その晩、守備よく神尾の手を抜け出して。与八さん、どこへ行きましょう沢井の方へ行くべ、あっちへ行けばオラが知っている人がいくらもあるだ。天馬町をまっすぐに、二人は甲州街道を落ち延びようというつもりでした。二人ともあまり地理になれないものですから、 道を反対に取り違えてしまって小石川の水戸殿の屋敷前へ出てしまったのです。こりゃ違ったかな、こんな坂はねえはずだが。お茶の水あたりへ来た時に与八はやっと気がついて。何でもいい、行けるだけ行ってみべえ。昌平橋と筋海五門との間の香がっぱらという寂しいところへ来ると、向こうからあまたの人と提灯ん。 どうも役人らしいので与八も困って前後を見回すと、ちょうど馬場の隅のところに屋台店を出しているものがあります。これを幸いに与八は,は緑の手を引いて、屋台店ののれんをかぶると。いらっしゃいまし、随分お寒うございます。このふんではまだ雪も降りそうで。お世辞をユーチューバーさん。まだどこやらにみずみずしいところもあって、まんざら裏棚の神さんとも見えないようでした。 緑さん、天ぷらを食わねえか。余八さん、お前が良ければ何でも。それでは天ぷらを二人前。しばらくして、お待ちどうさま。安闘の光で器を出す途端に、顔と面倒を見合わせた屋台店の女将さんと緑。おあなたはおばさん。緑のお松は顔を忘れて呼びかけました。まあ、お前はお松ではないか。屋台店の主婦も呆れてこう言いました。 おばさん、どうしてこんなところに、お前にこんなところを見られて、私は恥ずかしい。決まりの悪そうなのも通り、この屋台店の主婦というのが、本郷の山岡屋の内木のおたきが慣れの果てでありました。おばさん、本当にご無沙汰をいたしましたが、皆様お変わりもござりませぬか。変わりのないどころじゃない。それにしても、お前もまあよく無事でいてくれたね。 私もおばさんのところから追いとまごいをしてあといろいろな目に遭いました。あの時はお前、私が留守だものだからつい。おたきも、あの時の無情な仕打ちを考え出しては多少良心に恥じないわけにはいかないから言葉を濁して。まあ、何にしても珍しいところで会いました。お前、お急ぎでなければ私の家へ来てくれないかついそこの佐久間町にいるんだから。 こう言われてみると、ぜひ善悪にかかわらず、この場合お松にとっては渡りに船です。私もおばさんにご相談していただきたいことがありますから、お差し支えなければお邪魔に上がりましょう。ねえ、よはちさん、この方は私のおばさんなの。そうでしたかえ、こんばんは。先ほどから二人のありを眺めて気厳な顔をして橋を取り落としていたよはち。 引き合わされて取ってつけたような挨拶でした。このおばさんに引っ張りられて、二人は佐久間町の裏へ来てみると、八軒長屋のこっちから三つ目の家。おばは詳しく身の上を語ることを避けたがっていたが、その話の筋は山岡屋は最初、泥棒にいられ、それから番頭に使い込まれ、次に商売が大損で、とうとうが返してしまったということです。 それから画界と前後して主人の旧衛門が死んだ、残るところは借金ばかり、出入りの親切な人に助けられて、今ではその人と一緒になっているということをおばが涙ながらに語るものだから、お松もついつい自分の身の上を打ち明けて、手を逃げ出してきたことまで隠すことができなくなりました。心配を押しでない、これからお前の身の上は私が引き受けるから。とおばが言ったが、 これはあまり推しの聞いた言葉ではないのですけれども、こうなってみれば、差し当たりこの人を頼りにせねばなりません。幸い、一見置いた隣が空いていたから、余八とお松とはそれを借りて隠れるということに、その夜のうちに相談が決まりました。その翌朝になると、お松の頭が重くて熱がある。勤めて起きてみたけれども、ついに耐えられないで、どっと寝込んでしまいました。 お滝もやってきて心配そうな顔をするが、それよりも余八の心配は容易なものではないのです。医者を呼ぶことはよしてくれと、逃げてきた手がかりを恐れてお松がしきりに止めるものだから。それでは風邪薬でも買ってくべえ。それ、布団を頭のところからよくかぶっていねえと隙間から風が入る。余八は,はお松にヤグを厚くかぶせてやって、 風邪薬を買いに出かけると、それと行違いのようにやってきたのがおばのおたきです。お松、気分はいいかい、さっき持たしてよこした卵酒を飲んでみたかい。はい、どうもありがとうございました。よはちさんはどこへ行ったの買い物に行きました。そうかい、おたきは枕元へ寄ってきて、お松の額に手を当て。おお、なかなか熱がありますね、大切にしなくては。 それからねを待つ、お滝は言いに行くそうに。お前、何かね、お彫刻を少しお持ちかね。はい。お持ちならばね、本当に申しにくいけれどね、商売のもとでに差し支えたものだからね、少しばかりで良いから融通してもらえまいかね。栄、え、養、ー、ござんすとも、お待つは心よく承知して。ずみませんけれどもおばさん、その手文庫。 その中に包みがありますから封を切って、お入り用だけお使いくださいませ。たくさんはございませんけれど。そうかい。私が手をつけていいかい。すまないね。それでは調べてみますよ。お松が神尾の手を逃げるとき持って出た自分の手文庫、お滝はその蓋を取って。まあ、大変綺麗なものがあるね。これは担当家へ、二式の袋なんぞに入ってさ。これがお金の包み。 まあ驚いた小判だね。それではお前、この家を二両だけ借りておきますよ。本当にすまないね、お礼を申しますよ。それから何でもお前、不自由があったら遠慮なくそう追い、わがままを言い合うようでないと真理の情が映らないからね。おたきがお世辞たらたらで出ていくと、間もなく余八が帰ってきました。お松の病気はその翌日になっても治りません。 よはちは大変な心配で、枕元を去らずに看病しているところへおたきがやってきて。どうだいお待つ、ちっとはいいかい。医者に見ておもらいよ、長者町の道安さんに見ておもらい。なあに、道安先生なら心配はないよ、あの先生の口からお前の身の上がバレるなんということはないよ。よはちさん、ご苦労だが道安さんへ行っておいで。 この前の大通りを、それ、大きな油屋があるでしょう。あの辺が愛用町というのだから、その愛用町の角をまっすぐに向かうへ行ってごらん。小笠原様のお手がある。そのお手の横の方が長者町だからね。あの辺へ行ってどう安先生と聞けば子供でも知っているのだよ。それから、あの先生にお頼み申すにはね、コツがあるのだよ。その秘訣を知らないと先生は来てくれないからね。 おたきは手ぶり口ぶり、忙しくはちにといて聞かせる。その秘訣というのはね、貧乏人から参りましたが急病で何重しております。どうか先生に見ていただきたいのでございますと、こう言うんだよ。貧乏人と言わないといけないよ。金持ちから来たような風をすると先生は決して来てくれない。いいかね、貧乏人から来ましたと言うんだよ。そんなに貧乏が好きなのかい 貧乏が好きというわけじゃないだろうけれど、そこが変人なんだよ。それから、いつでも酔っ払っている先生だからそのつもりで。おたきは喋り続けて、いわゆる道安先生のところへ余八を出してやった後で、またそろそろとお松の枕元に寄り。お前本当にすみませんがね、今月の無人の掛け金に困っているものだから。お松の持っていた金は、 もうこの気味の悪いおばに見込まれてしまったのです。し、どこへ行くのか知らん。スクエリュウスケは七つ下がりの日を背に浴びて、神田のおなり街道を上野の方へと歩いて行きます。小笠原左京太夫の邸の角まで来ると、わあ、いきなり横合いから飛び出してリュ介スケの前にガバと倒れたものがあります。リュ介スケも驚いて見ると、くわいのような頭をした医者が一人、 デーのように酔うて。やあ失礼失礼。起きようとするが腰に力が入らないおかしさ。やっとのことで起きて顔を上げると、龍之介も吹き出さずにはおられなかったのは、いい歳をしたお医者さんがひょっとこの面をかぶって、その突き出した口をひょいと龍之介の肩に向けたからです。お起きなさい。龍之介は苦笑いしながら医者の手を取って起こしてやると。失礼失礼。 骨なしのようにぐでんぐでんで、面をかぶったままでお辞儀をするのが、いかにもおかしい。それと見た近所の子供連中がわやわやと寄ってきて。いやあ、同案先生がひょっとこ面をかぶってら、おかしいな。先生、その面を値に送れよう。おじさん、値に送れよう。医者の周りを取り巻くと、面子は一つしかないぞ、お前らみんなに分けてやれない。 それではおじさん、じゃんけんをして勝った者に送れよう。じゃんけんでも何でもやれやれ、わあ。また龍之介の前へ倒れかかろうとする、龍之介はまた支える。やあ、失礼失礼。往来の人は歩みを止めて集まってくる。龍之介は厄介な者に捕まったと当惑し。これ子供たちや、このおじさんはどこの人じゃ。これは同案先生と言うて、 長者町のお医者さんじゃ。このように酔うては難儀じゃ。誰かテーマでサタをしてくれ。何おじさん、大丈夫だよ。この先生はいつでも酔っ払ってるんだから放っとけば一人で帰るよ。やあい子供、踊れ踊れ。踊りの上手な奴にこの面子をやるぞ。そら、こんな風に踊れ。面をかぶったままたこのような格好をして踊りでしたので。 往にに見ていたものが一度に噴き出します龍之介はそれを潮に振り切ってシンクロモンの方へ行く。龍之介がシンクロモンを広小路の方へ回ろうとする自分に、すれ違った人があります。龍之介の方では気がつかなかったが、先方ではふいと歩みをとどめて、二三枚行き過ぎた龍之介の姿を見送っている。それは宇津木氷馬でした。 ヒョマは龍之介にあって、果て見たような人、と思います。しかし急に思い出せなかったので、虚しく見送ったばかりでなお思い出そうと努めたが、一丁ほど隔たった後。あ、それぞれ、いつぞや島田先生の道場で試合をした人。とようやく考えついて、確か江川太郎左衛門敗下と言うたが、妙な剣術ぶりであった。あの時の試合、 例の龍之介がおとなしの構えの不思議であったことを平馬は思い返して、先の勝ちで小手を取られた、いかにもすごい立ち先に見えた、もう一度あの人と立ち合いをしてみたい。兵馬は胸にこう考えながら、あのくらいにできる人なれば相当になあるものに相違あるまい。はて、あの時は何と名乗った。大それ、吉田何がしと言うたが、 吉田何がしと申す見学はあまり聞かぬ。懸命ではあるまいか。兵馬はうつらうつらと歩みつつ、見受けるところ、浪人のようにもあるし。こう考えてきて、何やら穏やかならぬ雲行きが平馬の胸の中に起こり出し。待て、机龍之助が得意の手におとなしの構えというのがあると。あの吉田何がしの手は、あれはおとなしの構えではあるまいかしら。 おとなし、むむ、そう思えばいよいよ思い当たる。あの年頃は三十万三十四、龍之助、龍之助。あれが兄の仇、机龍之助ではあるまいか。氷馬の心を貫く暗示。何らの証拠があるわけではないが、こう思い来たると、今すれ違ったのがどうも龍之助らしい。氷馬は厳ビを回して黒門の肩へ取って返そうとすると。わあ、 また横合いから飛び出して兵馬の前に倒れたのは、かの道安先生です。やあ、失礼失礼。その後を続いた子供らが、おじさん、面を送れよう。いい歳をした男が、ひょっとこの面をかぶってきたから兵馬も笑い出して、それを避ける途端に道安はコロコロと往来へ転がってしまいました。やあ、先生が倒れやがった、起こせ起こせ。 子供らは寄ってたかって動案を起こし。お家へ担いで行こう、わっしょ、わっしょ。この騒ぎで宇津木兵馬は机龍之介の姿を見失って、その日はそれで帰りました。5、お松の病気も多いたよくなりました。良くなったとは言うものの、半月あまりも寝たことですから、その間の余八の骨折りというものは大したものでありました。 おばのおたきは例のごとくからお世辞を言っては金を借りていき、その金を亭主の小遣い銭にやったり自分らの口へおごったりしてしまったので、お松の病気の治った自分には持っていた金はほとんど借りられてしまったのです。お松は布団の上へ起き上がって乱れ紙をかき上げていますと、おたきがまたやってきて。お前、ようやく治ってよかったね。はい、おかげさまで。これというのも、 私が湯島の天神様へ願掛けをしてあげたのと、それから道安先生のおかげだよ。はい。それから今日はお前、天神様のご縁日だからお礼参りに登らなくてはすみませんよ。はい。近いところだけれども、まだ無理をするといけないから籠を添いってあげるよ。いいえ籠には及びません。歩いて参りませぬと新人になりますまいから。そんなことがあるものかね。 歩いて行こうとカゴで行こうと新人心さえ確かならねえ。それはそうとお前。お滝の言葉が改まるときは、その後に来るのはいつも金のことですからお松はひやりとすると、案の定。道安先生への役令はどうなさるつもりだえ。おばさま身を申し上げれば、今のところ、もうお金はないのかい。ええ、顔をあからめているとおばは、私の方でも、 お前にだいぶ借金がありますが、今今というわけにもいかず困ったね。困った面をして。同案先生はああいう変人だから、少しぐらい伸びたって何とも思いなさりゃしますまいが、それならそのように、なおさら早くお礼をしないと。それにお前だって、これから身を定めるには物入りが続きますからね、何とかしなければ。さようでございますね。 あのね、あんまり立ち入ったことだけれども、お前何か金目のものを持って癒やしないかね、売るとか室に入れるとかして、まとまったお金の手に入るようなものを。それは、どうも。あれは何だね、お前あの手文庫の中にあったもの、錦の袋に包んだ担当のようなもの、あれはお金になりそうだね。おたきが早くも目をつけたのは、 ずっと昔、お松が浦宿のの七兵衛から,もらった郎の担当です。お松は返事に困ってこのおばという人の少年がどこまで癒やしくなったかとそれを悲しむのみであります。お滝がその品を道具屋に見せてごらんと勧めて帰った後でお松は思い出したように手文庫を調べて錦の袋に入れた担当を取り出して鞘を払って眺めました。 しばらく手入れをしなかったが名刀の光は曇らず、それを見ていると杉西都市の大菩薩峠の悲劇がありありと思い出されるのです。こうして担当を眺めながら、一人つくづく思案にふけっていると。これを名様、心得違いをしてはなんねえ。後ろから飛びついてお松の両手を抱きすくめたのは、薬取りから帰った余八です。とんでもねえこんだ、刃物なんぞを持って、 よはちさん、勘違いをしてはいけません。ただこうして眺めていたばかりよ。お松は、よはちの驚き方があまりに大行なのでおかしくなったのですが、よはちはまた、お松が長の病気から身の上を悲観して自害でもするつもりと勘違いをしているので、お松の手から担当をもぎ取って。危ねえ、こりゃおらが預かる。よはちは鞘を拾って納めて包み直すと、お松は微笑まして。 ああ、それではお前さんに預けておきましょう。それよりは、いっそのこと。お松はこの時ふと、売ってしまおうかという気になって。そんなものを持っていると危ないから、いっそ売り払ってしまいましょう。よはちさん、ご苦労ですが刀屋さんに見せてこてちょうだい。お前様これをお売りなさるのか。売ってしまいましょう。それでも大切の品断崖。 大切といえば大切だけれど、よはちさん、差し当たりそれを売って、お医者様のお礼やら、これからの入り用にしたいと思います。そうか。よはちはお松から頼まれて、お成り街道の小田原屋という部具統計商の店へ行ってその担当を見せると、物言わず30両に根をつけられました。高々2両か3両と思っていたのに、30両とつけられてよはちはしばらく返答ができないでいると、 番頭は畳みかけて、33両と競り上げ、余八に口を開かせないで、その金を押し付けるようにして担当と引き換えてしまいました。余八はその金を懐にして佐久間町の裏棚へ帰ってきて、緑さん、今帰った。大余八さん、ご苦労でした。見れば、緑はいつの間にか髪を島田に取り上げて、明かりの陰にこちらを見せた不正は、 今まで長くわずらっていたのと移り変わって、よはちの目をさえ驚かすくらいの美しさに見えました。思いのほかいいねに売れました。この通り33両。まあ、あの担当がそんなに。あんな短いもので30両もするだから、よっぽどいい品に違えねえ。それではよはちさん、ご苦労をついでに道安先生まで行ってお礼をしてきてくださいな。ああ、いいとも。 ご飯の支度ができたから一緒に食べましょう。そうかい、お前様が支度をしてくだすったかい。二人派膳を並べて。さあ、よはちさん、お出しなさい。どうもすみましねえ。ここで旅費もできたから、二人はかねての望み通り沢井へ行って、よはちは元の水車番、お松はその旗でたすきがけで働くこと、その楽しい生活を想像しながら話し合って、食事を終わりよはちは、 そんならお医者様へお礼に言ってくるだ。六、何だって、薬霊を持ってきたって。薬霊を持ってきたらそこへ置いていきな。与八が訪ねて行った時、同安先生は八丈の間に酔い倒れて、寝言半分に与八に返事をしています。先生、いくらあげたらいいだ。いくら、十八問も置いていきねえ。十八問、余八も変な顔をして。 半月もお世話になって18分じゃ、あんまり安い。生意気なことを言うな、安かろうと高かろうとこっちの売り物だ。先生、そんなことを言わねえで、本当の値段を言っておくんなさいまし。だから18分でいいのだ。先生酔っ払っていなさるからいけねえ。酔っ払ったって商売に抜け目はねえ。早く18分置いて帰れ。それじゃすまねえ。 てめえはバカだな、本人の俺が18分でいいというのだから、18分置いて帰ったらいいじゃねえか。それは先生がバカだ、半月も見てもらったり薬を飲ましてもらったりして、そのおかげさまで病人がすっかり治って、そうしてお礼が18分で帰れるか、よく考えてごらんなさい。バカ野郎、手前は18分置いて帰ればいいのだ。でもね先生、 そんなに怒らずにお聞きなすってくださいよ。わしが家へ帰って、道安先生に薬令をいくら差し上げてきたと聞かれた時にね、十八分置いてきましたとは言えなかんべえ。うるさい野郎だな、十八分置いてさっさと帰れ。それじゃ先生、一両置いていくべえ。なんだ一両だてめえ一両なんという金をどこから盗んできた。盗んできた後、この野郎。 先生やろう。八は無気になって怒り出しました。おら、人の物をちり一本でも盗んだ覚えはねえ。とんでもねえことを言わねえ方がよかんべえ。盗んだに違えねえ。同案先生が首を振ると、与八はいよいよ怒り出し。他のこととは違うだんべえ。物を盗んだと言われちゃあおらが顔が立たねえ。なに、盗んだに違えねえ。 なんだと、道安先生の野郎。与八は飛びついて道安の胸ぐらを取りますと。この馬鹿野郎、わしに喧嘩を仕掛けるつもりか、喧嘩なら持って来い。道安先生も与八の頭へかじりつきましたが、力では到底与八に勝てっこはありません。与八は一時の怒りに道安先生へむしゃぶりついてみましたけれども、もともと悪気があるのではないですから、 持ち扱いかねていると、道安先生はいい気になって、与八の頭へ逃げりついたり引っかいたり、ピシャピシャなぐったりするので、与八は弱りきっているうちに、いい加減与八の頭をおもちゃにした道安先生は、そのままそこへ倒れて寝込んでしまいました。与八はどうも仕方がないから、一両の金を紙に包んで道安先生の頭のところに置いて、佐久間町の裏長屋へ帰ってきました。 よはちが佐久間町の裏長屋へ帰ってきてみますと、おたきの家も自分たちのいる方も、どちらも度が閉まっていました。お松さん、お松さん。呼んでみたけれどさらに返事がありません。おたきの家の方へ来て、おばさん、おばさん。これも中では小鳥とも音がしません。もう寝てしまったんべえか、おばさん、おばさん。さっぱり返事がない。もし、お隣のおかみさん。 どなた、隣の余八でござんす。大余八さんかえ、何か忘れ物でも終わりかえ。おかみさん、わしらがやの方は空っぽだが、どこへか出かけると言いましたかい。まあ余八さん、お前、知らないの。何だね、何だねじゃないよ、さっきおばさんが、ちゃんと近所へご挨拶をして引っ越しをしておしまいじゃないか。移転を、そうさ、その前に空、 お前さんと一緒に来たお松さんという可愛らしい娘主はカゴでお出かけじゃないか。ちっとも知らねえ。おらそんなことはちっとも知らねえ。余八は,は顔の色を変えて唇を震わせる。まあそうなの、私はまたお前さんが先に取り片付けに行っておいでのことと思ったよ。そしておかみさん、どこへ引っ越すと言ってました。あのね、 四谷の方とか言ってましたよ、また近いうちにご挨拶に出ますって。俺に黙って引っ越すなんて。は八は呆れてほろほろと涙をこぼし、四谷のどこへ引っ越し勘べ。声を上げて泣き出さんばかりに見えましたが、何を思い出したか一目散に表の方へ走り出しました。は八がおなり街道をまっすぐに走り出していくと。そこへ行くのはは八ではないか、ち八殿。 誰だえ。これは今、土方歳三を、柳原の金子という、かぐる日新長組が高橋と清川とを狙うとき解剖した家に訪ねて帰る宇津木兵馬の声でありました。ああ兵馬さん、せわしい中で立ち止まったよ八。八。夜が静かになると人の心も静かになります。静かになるに従って昼のうちは取り紛れていたことまでが、はっきりと思い返され、 静まられぬ時破綻が講じて、思わで物事までが頭の中に浮かんできます。成人というものでない限りは、誰でも自分の今までの生涯を思い返して、過ちがなかったと立派な口が聞けるものはないはずで、人間の良心というものは、他の欲望の働く時は眠っていますけれども、その欲望が疲れ切った時などによく目を覚まして、それ見ろ、と叱ります。 龍之介は夜中になると、きっとうなされます。お浜は今夫のうなされる声に夢を破られて、夫の寝像を見ると何とも言えずものすごいのであります。すさまじいうなりと歯を噛む音、夜更けての中に悪魔の笑うようにも聞こえます。お浜はぞくぞくと寒気がして、幾太郎を父の旗へ浸と抱き寄せて、ヤグをかぶろうとして、ふと仏壇の肩を見ました。 龍之介夫婦は仏壇などを持たないのですから、これは前に住んだ人がこしらへ残しておいたものです。奥には阿弥陀様か何かがすすけた表層のままで雲の巣に包まれてござるほどのところで、別にお浜の思い出になるものがこの仏壇の中にあるはずもないのですが、この時仏壇がガタガタとなっています。それとても不思議はない、ネズミが中で暴れ回っているからです。 それでもあまりにその音が行散なので、お浜は、し、どかしてみました。それでネズミの音ははたと止まるには止まったが、やがてバタバタと飛び出した大ネズミ、お浜のすぐ枕元へ落ちました。お浜は驚いて枕を上げて撃とうとすると、銅を失うたネズミは、お浜のちぶさと、ちょうど抱いて寝ていた幾太郎の顔の間へ飛びかかったのであります。あれ お浜は老狽して払いのけようとする。いよいよどを失うたネズミは、お浜の腹の肩へ飛び込みました。あれあれ、お浜は寝床から跳ね起きます。その途端にネズミはポンと幾太郎の面の上へ落ちかかると、幾太郎は火のつくように泣き出します。おう、坊や、坊や。お浜は急いで幾太郎を抱き起こす。 ネズミはその間にふすまを伝わって天井の隅の壁の,壁の崩れの穴へ入ってしまいましたが、幾太郎の鳴き声はご蔵から絞り出すようです。おお、よいよい、ネズミは言ってしまった。お浜は抱きすかしてチブサを含めようとすると、そのチブサの背に一根の血。あなた、大きい遊ばせ、大変でございます。お浜は片手には泣き叫ぶ幾太郎を抱えて、 片手を述べてムニムさんに龍之助を突き起こします。何事だ、目を覚ました龍之助。幾太郎の鳴き声にも驚かされたが、自分の体の手のブレるるところが、水でつけたような汗であるのにも驚きました。よく見てくださいまし、坊やがネズミに噛まれました。何、ネズミに。はい、大きなネズミがあの仏壇から出て、この中に潜り込んで坊やに食いつきました。 どれどれ。龍之助は起き上がって、刀身をかき立てて、幾太郎の体を調べてみると喉に一文字の傷。別に深い層ではないが、そこから結果滲んで、ミミズぐらいの太さにダラダラと落ちていくのです。喉を噛まれました。お花は狂気のように叫びます。大事はない、早く血を拭いて層をよく巻いてやれ。 龍之介はあり合わせたさらし木綿の立ち切れを取ってやる。針箱の引き出しに公約がありますから早く。早くしてください。せくなよ。まあじれったい。その右の小さい方の小引き出し。これか。水でよく傷を洗ってやりましょう。あなた、おひやを。お浜は何もかも夢中で騒いでいます。ようやく水で拭き取った層の跡を洗ってやる。 その間も幾太郎は苦しがって身をもがいて泣く。いいよ、いいよ、坊や、痛くはないよ、さあもう少し。やっとのことで層を洗って、公約を張って晒しで首筋を巻きました。もう泣くのではありません、坊やは強いからね。泣きやまぬ幾太郎を膝の上に、小浜自身も半ばは泣き声です。 龍之介も、さすがに心配そうに幾太郎の顔を眺めていたが、そのうちに痛みが少しは引いたのか、または声を泣き潰してしまったのか、幾太郎は母の乳房を抱えたなり少し静まってきたので。お医者様へ連れて参りましょう。もう遅い、明日のことにせえ。いけません、手遅れになると大変ですから。それに、他の僧と違ってネズミに噛まれたのは、 ことによれば命に関わると申しますから。お浜はこの真夜中に、幾太郎を連れて医者へ行こうと主張する。よし、孫習わしが一走り、医者を迎えに行ってくる。龍之助が医者を迎えに行った後でお浜は。憎い畜生だ。ネズミというやつの憎さが骨身に通って、とっ捕まえて噛み切ってやりたい。 お浜はネズミを呪い詰めて仏壇の肩を睨めてはがみをする。幾太郎の苦しむことさえなくば、室の中も戸の外も、静まりきった牛蜜時で、しんしんと老けてゆきます。天井ではまたしてもネズミがはせまわる、その足音が、ざまを見ろ、というように聞こえる。お浜は天井をまでも仇のように見上げて、 見下ろすと、痛々しい包帯が泣きつかれた幾太郎のか細い首筋を締め付けるもののように見えて、わけもなくかわいそうでかわいそうでたまりません。坊や、大切によし、喉は大事だからね。お浜はこう言ってほろほろしながら、じっと我が子の顔を見つめて。お前がもし物事があれば、このお母さんは生きていられないよ。実際、幾太郎は今までよく育ったもので、 肉つきはよし、端かも軽くて済み、誰が見ても丈夫そうで、他人さえ可愛いらしかったくらいですから、お浜にとって、どうして可愛がられずにいられよう。本当に、思い出しても憎い畜生だ。可愛さ余っての憎さはまたネズミの方へ回る。お浜は医者を待つ用意で寝巻きを普段着に着替えようとして、ようやく少し静まった幾太郎を、 そっと布団の上に置こうとすると、幾太郎はまたひいと泣き出す。はっとしてお浜はまた抱き直すと、さあ、それから、また泣き出して、もう声も枯れきっているのに、涙ばかりをほろほろとこぼし、ぱっちりと会いために、じっと母親の顔を見据えて五体を罠泣かせる。坊や、まだ痛いかえ。まあお前、そんな怖い面をして母さんを見るものじゃありませんよ。 お浜は,は力も折れて泣きました。幾太郎は身を震わせて母にしがみつくように、その目は瞬きもせずに母の面のみ見つめていますから。まあ、お前はなぜそんなにお母さんをいじめるの、なんという因果だろうね。お浜は,は泣きながら我が子の面を見ていたが。ああ、罰だ、罰だ、これが本当の天罰というのに違いない。 投げ出すように幾太郎を布団の上に差し置いたお浜の目は、物に狂うように光っておりました。お浜が今さら天罰を叫ぶは遅かった。しかし、遅かれば焼かれ、一度は天罰を悟ってみるのも順序であります。我が子なればこそ、これほどのささやかな傷に気も狂うほど心配するものを、今お浜が。ああ怖い。 と言って震え上がった瞬間に完全にひらめいた線の夫踏みの嬢のことはどうだろう。木刀の一撃にその人が無残の最期を遂げたとき、お浜という女はその人のために、どれだけ悲しみ、その相手をどれだけ恨んだか。お浜とても、今まで寝覚めの良いことばかりはなかったのですが、今という今、苦しがる幾太郎の顔に文の嬢のつ子の色がある。天井で騒ぐネズミの音、 それが文みの城の声。屏風の裏、そこから幽霊が出てくるよう。仏壇の中、そこには文みの城が青い面をして睨めている。布団の唐草の模様を見ると、その鶴がぬるぬると伸びてきて自分の首に巻きつきそうにする。兄弟の裏からは長い手が出てお浜の胸や腹をなで回そうとしている。 針箱の引き出しからはムラムラと雲が出てきてお浜の目口に押し込もうとする。障子の破れから今にも鬼が出ていく太郎をさらっていきそうでならぬ。室のうち、どこを見てもここを見てもみんな恐ろしいものばかり。お浜は目がクラクラして、じっとしていられなくなったので、立って小窓を押し開けて外を見ました。夜の空気がさやさやと面に当たるのでお浜はほっと息をついて、 また幾太郎を抱き上げて窓のところへ立ちながら。本当に、どうしたのでしょうお医者様は。幾太郎は泣きじゃくってピクリピクリと体を動かすばかり。やはり目を見開いて母親の面を睨んでいます。ちょうど有明の月がこの窓からは影になりますけれども、月の光は江川の本体のうちの土蔵の胸に浴びかかって、その反射で見た我が子の面が、 この世の人のようには見えなかったので。坊や、みんな母さんが悪かったのだよ。こう言って涙をハラハラと育太郎の面に落としました。医者も龍之介もまだ来る様子はないのに、お浜しかと育太郎を抱えたなり、その窓際に立ち尽くしているのでありました。9。昨夜の騒ぎで机龍之介は少し寝過ごしていると。あなた、あなた。 枕元を揺り動かすのはお浜の声。頭を上げてみると、日はカンカンとして障子に映る老媒の影。こんなお手紙が、何、手紙が、龍之介何心なく受け取ってみると意外にも逆風。これは、やや驚いて、表を読んでみると、机龍之介殿、裏を返せば、宇津木兵馬、龍之介は没前として半身を起こし、 封を切って読むと。紀伝に対して遺恨あり、武道の奈良日に手果たし合い松室度、民朝七辻、赤羽橋辻まで起こしありたび、うむ、古尺な果たし状。龍之助は手紙をポンと投げ出して、ヤグを蹴って起き直りました。坊やはどうじゃ。よく寝ておりまする。龍之助はお浜の抱いている幾太郎の顔を覗き込み。医者の申すには、 一時のに怯えたので、格別のこともないそうな。起きて麺を洗い食事を済ましてから。浜、ま、坊やをこれをお菓し、それでもよく眠っておりますものを。眠っていてもよいは、抱いてみたい。今日に限ってそんなことを。いいからお菓子。せっかく寝たものを、起こすとまたむずかりまする。いいから、これへ出せというに。 龍之介の言葉が強くなりますので、お浜は,まはせんかたなく、よく寝ていた幾太郎を、そっと映して龍之介に渡すと、龍之介は抱き上げて、つくづくと幾太郎の面から昨夜の傷を包帯したあたりなどを見て、今更のように。まあ、無事に育つがよい。無事に育たなくてどうするものかね坊や。親はなくても子は育つというからな。両親とも立派にあるものを、 演技でもない。お浜はやや不足顔。龍之助は思い出したように。浜、わしも近々京都の方へ行こうと思う。京都の方へ、お浜は意外な顔。京都へは諸国の浪人者が集まり乱暴をいたすゆえ、その警護のためにとて腕利きの連中が乗り込んでいく。わしもそれに頼まれて。まあ、それはいつのこと。近いうち。 あるいは足元から鳥の立つように。そうして、坊やと私は、やはり、こっちに留守しておれ。いいえ、それはいけませぬ。龍之助が不意に京都へ行くと言い出したので、お浜は驚いて、力を極めてそれに故障を申し入れる。それでは、もう一度考えてみよう。こう言って龍之助は、やっとお浜を安心させて、自分は次の前へ引っ込めんでしまいました。 大した傷ではない画用台が思わしくないから、お浜が引き続き幾太郎を解放している間に、龍之介は一室に閉じこもったまま席一つしないでいるから。あの人は、どうしてああも気が強いのかしら。お浜は龍之介が、我が子の大病をよそに、何をしているだろうと、恨めしそうに独り言をしてみたりしているうちに、龍之介がツイート室を出てきました。 見れば刀を下げていますから。どこへおいでなさる。ちょっと芹沢まで。急の御用でなければ、坊やもこんな怪我なのですから宅にいてください。急の用事じゃ、すぐ帰る。早く帰ってください。そうでないと心細いのですから。うむ。出ていく龍之介の後ろ影を見送りながら。あの人は、情愛というものを知ってかしら。なんと話に、 龍之介と宗手からのことが胸に浮かんできました。愚痴は昔に帰るのみで、文の城との平和な暮らしに自分が満足しなかったことの報いを今ここに見るとは思い知っても、まだまだ自分が悪い、自分だけが悪いのだとは諦めきれないのです。こんな風に、小浜は,は人を恨んだり自分を恨んだりしていく太郎の解放に一日を暮らしましたが、 すぐ帰ると言った龍之介は夕方になっても帰ってこないのです。本当にどうしたことでしょう。あの人はあんまり情けない。お浜は繰り返し繰り返し龍之介の帰りの遅いことを恨んで。どうして現在自分の子にまでこんなに情愛がないのでしょう。一旦悪縁に引かされて、お互いに切っても切れぬようになったればこそ、二人はともかくも無事にここまで暮らしたけれど、 お浜にとっては龍之介の愛情がいつも不足に耐えられなかったのです。お浜は実際龍之介からもっと濃い情愛を注がれたかったはずなのに、それは存外冷ややかで、時としてはお互いの心と心との間に鉄を挟んだような隔てが出てくるように感じ、ついには龍之介の愛し方が足りないばかりでなく、二人の間にできた子供に対してすら、その愛し方に不満足を感じるのであります。 育太郎は俺の子ではない。龍之介はいつぞや腹立ち紛れに、お浜に向かってこんなことを言ったことがある。それが今も恐ろしい勢いでお浜の耳に反響してくるのでありました。あの人は、本当にこの子を、自分のことは思うていないのかしら。そこへ氷然と龍之介が帰ってきました。今帰った。龍之介の面の色はいつもよりも一層青白く、 お浜と幾太郎とを一目見たきりで、さっさと次の前へ行こうとする。お浜はこの時、腹渡の底まで龍之介の憎らしさが染み込んで。あなた、この子は誰の子でご残んその声は泣き声でありましたから、龍之介はそのきれの長い目でじろりと。誰がことは、坊やは誰の子でしょう。何を今更、幾太郎はお前様の子ではありませぬ。 何を言うのだ。この子は死んでしまいますのに。何龍之助は、お浜の霊のわがままなつっかかりが始まったと思うたが、今日はそんな脅し文句に対して思いのほか霊淡で。寿命なら死ぬも仕方がない。まあ、お浜はすごい目をして龍之助を睨みました。龍之助もまた沈み切った目つきでお浜を睨み返す。いつもならばここで感触が破裂して、 生きるの死ぬのと竹立つべき場合であったのに、今日は不思議にも二の句を継いで何とも言い張りません。龍之介はそのまま次の室へ入って、机に向かってしばらく呆然と座っていましたが、自分で明かりをつけて、それから漁師、硯箱を取り出して何か書き出したものと見えます。まもなくお浜はここへ入ってきました。あなた、龍之介様、なんだ、お願いがござりまする。 行ってみろ。龍之介は書きかけた筆を置きもせず、お浜の方を見返りもせず冷ややかな返事です。お浜の方も何か深い決心があるらしくて、別にくどいことも言わず、これも目の中はやっぱり冷ややかな光で満ちて。B 円をしてください。B 円。龍之介はこの時、ちょっと筆を休めてお浜を見返り。B 円、それも面白かろう。ええ。 面白うござんす。随分あなたとは長く面白い芝居を見ましたから。ここらで幕を下ろそうというのかな。離縁状を書いてください。誰に断った縁でもない、今更見下り犯にも及ぶまいが。そんなら今から出て行きます。それもよかろう。龍之助はいよいよ冷淡な景色で。しかしここを出てどこへ行く。どこへ行きましょうとお指図は受けませぬ。 別に指図をしようとは言わぬ、ただ幾太郎の面倒は頼みますぞ。幾太郎は私の子ですもの。お浜はついと立って出て行きます。お浜はタンスの引き出しを開けて、あれよこれよと探し始めましたが、そのうちにふと引き出しの底から矢がすりの合わせを引っ張り出しました。この合わせは文みの城から離縁を申し渡された時に着ていた合わせ。そっと山へ登り、 霧の三坂で龍之助に会った時着ていたのもこの合わせ。されば無論のこと、この合わせを着て龍之助と一緒に、あれから三たの裏山伝いに日川へ落ち、そこの炭焼き小屋で夜を明かし、上野原の親戚をそっと欺いて旅費を借りて、それで二人が甲州街道を江戸へ下った時、やはりこの合わせを着ていたのであります。ここに世帯を持ってから、 くず屋にも売られずに残っていることが思い出の種。和田へ来るとき州の姉が送ってくれたこの合わせ。自分はいい気になって、随分姉様をもないがしろに取り仕切った。それでも姉夫婦は自分がうつぎへ縁属については様々に力を入れてくれ、この着物なども姉様が手縫いにしてくだすったもの。お浜はそれを思うと自分のわがままでありすぎたこと、 姉の親切であったことなどが身に染みてくるのです。甲州へ帰りましょう。一旦はこうも考えてみたのですが、打ち消して。ああ、どうしてそんなことができよう、そんなことができる義理ではない。さあ、そんならばどこへ行こう。お浜は龍之助に離れていくところはないのです。ないことはない、あるといえば、たった一つあります。その場所というのは、 つまり、元の夫宇津木文之城のいるところ、そこより他はないはずです。お浜はじっと考え来たって血がすっと胸から頭まで湧き立ちました。合わせを投げ出したとき、衣類の間に見えたのは袋に入れた一振りの会見です。お浜はこの会見を見ると、死、この世で最も恐ろしい感情。生きていき恥をさらすより、いっそ死のう。 これがこの瞬間に起こった考えでありました。お浜は今まで死ぬ気はなかったのです。幾太郎を連れてとにかくこの家を出て、広い世間のどこかに隠れ家を見つけようと、無鉄砲な考えで胸も頭もいっぱいでした。生きる衆弱が残っていたればこそ、色い々ろいろと思いわったものを、それが全く取れてしまえば、もう道は開けたので。 その道は地獄より他行き場のない道ではあるけれども。お浜は手早く会見を拾い取って、盗み物を隠すように海中へ入れてみると、胸は山の崩れるような音をして響きましたけれども、お浜の顔には一種の気味の良いような笑いがほのめいて、じっと目を暗闘の光につけたまま失神の手で座っている。浜、浜はまだいるか。これは龍之介が呼ぶ声。 浜はおらぬか、二度目に呼んだ時にお浜の耳に入りました。その時三度目の声、浜、浜、龍之助の呼び声がこの時お浜にとってむちゃくちゃに嫌な感じを与えるのでありました。お浜の返事がないので、龍之助は立ってこちらへ来るようでしたが、旅立ちのお支度かな、襖を開けるとそこへ突き立ってこちらを見入っています。 お浜はじろりとその面を見上げましたが、つんと横を向いて取り合いません。浜、お前はどこへ行くつもりだ。存じません。まあ良いは、先刻お前から離縁の申し出があって見れば赤の他人。いや、まだ選別に猿し残しがあったのだ、よく聞いておけ。龍之助は立ったなりで、俺は近いうちに宇つぎひょを殺すぞよ。平馬を殺す。 お浜は膝を向け直す。うむ、兵馬を切るか、兵馬に切られるか。それは、まさか兵馬が小腕に切られようとも思わぬ、毒を食わば皿までということがある、うつぎ兄弟を同じ刃に。龍之助の青白い面にすごい微笑がほとばしる。お浜は真正面からその面を見上げて、この時は恐ろしいとはちっとも思いませんでした。お殺しなさい、銃。 龍之介は自分で酒を飲んで早く寝込んでしまいました。お浜は、またしばらくの間はぼんやりと座っているばかり、幾太郎は幸いにすやすやと眠っています。平馬を殺す、と言った龍之介の一言、それがお浜の胸を刺す。龍之介も眠りについたようで、霊能なる声、キリキリと歯を噛む音。お浜は思い出したように立ち上がって次の前へ行ってみました。 龍之助の机の上には、先ほど書いていたらしい手紙が三本。お浜はそっとその一つを手に取ってみると、それは宇津木兵馬からの果たし状でありました。武道の州にて果てがっちど、民朝七辻、赤羽橋辻まで。お浜は読み去って宇津木兵馬と記された署名のところに来て、初めて万事の画展が行ったのであります。けなげなこと、 こうも立派な果たし状を人につけるようになったとは。自分の知ったのは十万三十四の可愛い兵馬、それがまあ。それにしても、やっと十六か七、これまでには相当の修行も積んだことではあろうけれど、何と言うても龍之助の腕は偉いもの、刀を合わせれば龍之助の無ごい立ち先に命を落とすは知れたこと。お浜は一途に兵馬がかわいそうです。うーん。 またしてもうなされる龍之介の声、兵馬を切って血ぶるいをするのかとも思われる。兵馬どのが不憫じゃ。お浜の手がまたも会見へ触る。お浜は自分が死ぬ前に、龍之介を殺す。罪の二人がと文字にをすれば可愛らしい兵馬が助かる。お浜の決心は急速力で根強く、ついにここまで進んできました。果たし合いを妙朝に控えて、 ともかくも眠っていられるだけの余裕が龍之介にはあるのです。衰えたりといえども剣を取っては人を眼中に置かぬ龍之介わずかの間に一年入りして気力を養っておこうと横になったけれども、この龍之介の気は疲れています。夜な夜なうなされたり、歯を噛んだり、寝汗をかいたりすることは、かの新坂下の闇討ちに島田虎之介の働きを見てからであります。 寝ても起きても島田の顔つき、立っていく姿、座っている態度、それが龍之介の目先にちらついて離れることがありません。それがために頭が少しずつ混乱してゆくようで、今もこのわずかなる一年入りにさえ、机龍之介の前には島田虎之助がえもんの折り目正しく一中の甲を焚いて炭座しているところへ、自分は剣を抜いて後ろから狙いよる。 刀を振りかぶると前を向いていた島田が忽然とこっちへ向く。横に回って突っかけようとすると、いつか島田はそっちを向いている。イラって踊りかかろうとすると、島田の前にたかれたかの煙が一直線に舞い上がって、その末端がくるくると回って自分の面に吹きかけてくる。龍之助、その煙をばらいながら太刀をつけて島田の周囲をぐるぐる回っているうちに、目がくらんで鼻血が出て、 そこへかの煙がもうもうと巻いてきて息が詰まる。その時にひやりと自分の首筋に冷たいもの。いや、何者、誰だ。夢を破られた龍之介パッと羽を着てむずと押えたのは柔らかい人の手、その手首には氷のような白輪が握られてありました。これは夢ではない、確かに現実。いや、浜ではないか。龍之介の上から乗りかかって、 彼の首に担当を当てたのは、現在の自分の妻の仕業でありました。何をする、吉い目。龍之助は担当を奪い取って身を起こすとともに、はったと蹴倒すと、お浜は向かうの安闘に仰向けに倒れかかって、安闘が倒れると膝皿は壊れてメラメラと髪に燃え移ります。蹴倒されたお浜は、むっくりと起き直るや、 前に用意して開けておいたと見える表の戸から外の闇へ転げ出してしまいました。憎い女、お浜の倒した安闘の火はみるみる障子に移ります。これを踏み消しておいて龍之介、刀を取って同じく表の闇へ飛び降りる。家の中も真の闇。その中では幾太郎が喉の裂けるばかりに泣いている。お浜はどこへ行った。闇とは言いながら、 もう夜明けに間もない時ですから東の空は白み渡っていました。神明から浜松町へかけての通り、お浜のかけていく後ろ影。増上寺門の松林の前まで追いかけて、待て、お浜の襟神は龍之介の手に押さえられて、同時にそこに引き倒されたのであります。離してください。浜、己は平和に裏切りをしたな。早く殺してください。 殺したところで巧妙にも手柄にもならぬ。登り詰めた時にも冷静になり得る龍之介お浜の取り乱した姿を睨んでいる。龍之介様、私を殺して、どうぞお前も殺されてください。顔と面倒を合わせれば、いくらか白身渡った空ですから、見て取ることもできる通り、お浜はもう花瀬のスケロノと騒ぐ峠は越して、言葉にも相当の条理がある。 私もお前様におとなしく殺されてあげますから、お前様もどうぞ素直に兵馬の手にかかって殺されてください。そうすれば、あれもこれも帳消し。罪滅ぼしとやらになりましょうから。ねえ、龍之助様。おなりもん外で人の足音、増上寺の鐘。人殺し。龍之助はついにお浜を殺してしまいました。十一。あの声は、今の絶叫を聞きとがめたのは、 おなり門外で籠を捨てた宇津木氷馬の一行です。人殺しと聞こえた。海添えに来た片柳万次郎が小首を傾ける。確かにあの松原の中、氷馬は松原のこの下闇を見込む。見届けてきますべえか。提灯を持った与八が松原の中へと進んでいく。松原の中へ入り込んだ与八、松の木にばったり。相手。 額を押さえてみると、プンとケっのか。果て、ちょを差し付けると、そこの松の木の根に人がある。え、人が。それは女、胸のあたりからべっとりと土にまで流れた血。皆さん、女が殺されている。大事の前、それでも人の一命と聞いて見過ごすわけにはいかない。ああ、無ごたらしい殺され方。それ、血が袴の裾に。 傷はどうじゃ胸をひとつき、もっと提灯を近く。ああかわいそうに、父の下を突かれたのかね。提灯を突きつけておどおどしていた与八は、おや、なんだか見たことのあるような女衆だ。よはちは死人の顔に自分の面をすりつけるようにして。もし、この女衆は、お浜様、不安の色で平馬を見上げて、平馬様、 お前様もよくこの女衆の面を見てくださいまし、気のせいか、文の嬢様の奥様に似てござる。なに、姉上に兵馬はつけてんの片柳と水島とを押し分けて。姿は変われどよう似てござる。念のため余八殿、この女の持ち物はないか、調べてくりゃれ。ここに短い刀が、書き付けが、あれ、こっちにも。 与八が拾って平馬に手渡したのは、意外にも自分の手から机龍之助に送った果たし状でありました。次に受け取った一通。何、宇津木兵馬伝へ、浜より。これはお浜の手図から書いたもので、そして平馬に当てた手並み。机龍之助は果たし合いの場へ出てきませんでした。果たし状をつけられながら逃げるというはこの上もなき地辱 ことに人を殺せば血を見るはずの龍之介がこの場合に、逃げ去るとは花肌ガがンのゆかぬことです。しかしながら薬場の時刻にも赤羽橋へ来るということもなく、新鮮座の家へ行ってみれば、家の中は散々であるのに、子供が一人、声を枯らして泣いているばかり。手を分けて行方を探したけれども分からず、これがためにその日の果たし合いは中止。馬は残念のあまり、 張り詰めた勇気も一時にサイクルの思いでしたが、ここに唯一の手がかりというのは、机龍之助が芹沢鴨に当てた書面数通りを発見したことで、その中に、平和を残つてのち、拙者はかねての手はずの通り京都へ立ち退き申すべく。という文言です。この手紙を見れば、龍之助が今日の果たし合いに立ち会う覚悟はもちろんのこと、立ち会えば必ず平和を切ることに自分で決め、 平馬を切れば京都へ飛ぶその手はずまで整うていたものと見えます。それほどの覚悟ができながら逃げるとは何事であろう。これは誰にもちょっと分かりかねたところであるが、お浜を殺したのも龍之介であろうとは、垂れ人にもそのように想像されるのでありました。十二、どうも長らくおぶさたをいたしました。 つまごい坂のお絹の宅へやってきたのは珍しくも裏宿七病へ。これは珍しい七兵衛さん、どうしたかと心配していました。つい百将の方が忙しいもんでございますから。それに、骨休めを兼ねてお伊勢参りをしてきたものでございますから。これはわざっとお土産の印。それはお気の毒な。お前さん方は、本当に羨ましい身分ですね。 火星でおいてはお伊勢参りだの、江戸見物だのと気晴らしができますから。へえ、どういたしまして。波のお百姓では、そんなにちょいちょい出て歩けるものではありません。起きぬにこう言われて七兵衛は苦笑い。ちっとばかり内職をやっているものでございますから。内職を何か単物でも飽きないをなさるの。へえ、まあそんなことで。そう。 そんなら今度ついでの時に、回帰の上等を少し見せてもらえまいかね。よろしゅうございます。持って参りましょう。時にお師匠様。兵衛は話し向きを改めて、お松の方はどうでございましょう。ああ、そのこと、そのこと。それは私の方からお前さんに尋ねたい。飛脚を立てようかと思っていたところですよ。へえ、お松がどうぞいたしましたか。 あの子はお前、駆け落ちをしてしまいましたよ。駆け落ちそれもご主人の若さまと逃げたとか、叱るべき男と逃げたと言うんならお話にもなりますけれど。一体、誰と逃げました誰と言ってお前、山出しの馬鹿と逃げたんだもの、話にも何もなりやしない。馬鹿と。お前さんには最初から話さないとわからないが、二月ほど前にあの子を、 私が四谷の神尾様という旗本のお邸へご奉公にあげましたところが、そのお邸に与太郎とか与八とかいう馬鹿がいて、どうでしょう、お松はその馬鹿に騙されて夜逃げをしてしまいました。四谷の神尾様というのは、あの天馬町の神尾主前様のことでございますか。そうです。その神尾様、三千木のお旗本なんだから、 守備よくご暴行して殿様の沖に入ればどんなに出世するかわからないのに、人もあろうに風呂盤をしていた与太郎という馬鹿と駆け落ちするなんて、私も呆れ返ってしまったあんな世話外のないこと言うはありやしない。それほど馬鹿な女とは思いませんでしたが、一体、どっちの方へ逃げましたか、手がかりはございませんか。一向知れません。 いろいろ手はいをして探してみましたけれども、どうしてもわかりません。お前さんの方へも飛脚を立ててみようとしましたけれども、殿様がおっしゃるには、そんな腐った薬草を騒ぎ立てて探すには及ばないと、それなりにしてありますが、私の身になると、殿様には面目がないし、自分では腹が立つし。そういうわけならば、一つ私も探してみましょう。あの尾松とても将来が、 それほど馬鹿ではなかったはずですから、尋ね出して聞いてみたら何か事情があるかもしれません。13. 七兵衛が最初この家へ入った時から見え隠れについてきて、今まで路地打ちや表通りをうろうろしていた一人の神くず会が、今七兵衛が出かけるとまたその後をついていきます。七兵衛は妻恋坂から本郷元町の山岡屋の前まで来る。 山岡屋は戸が閉まって売り家の札が斜めに貼られてある。しばらく経って見ていると、もし旦那、後ろから呼びかけたのは紙くずかい。私ですかえ。へえ、さようで。何ぞご用かえ。へえ、別に用というわけでもございませんが、旦那様は最前からこの店の模様をご覧になっておりまするが。 神くずかいは手ぬぐいをたたんでかぶった額星に七兵衛の面を仰ぎ。山岡屋のことで何かお聞きになりたいならば、私がよく知っておりますから。妙な差し出口をする男であるが、別段階中から実手が飛び出しそうにもないから、これには何か死災があるだろうと七兵衛は。それは幸い。山岡屋さんは今どこへお引っ越しになりました。 それには長いお話があります。旦那様どちらへおいででございますか何なら歩きながらお話をいたしましょう。私は新宿の方へ行きますが。それなら私も四谷の方へ参りますから、お一緒にお供をしながら、山岡や没落の一大器をお話申すことにいたしましょう。七兵衛は気味の悪い波くずかいと思いながらも、まあ何を言い出すか聞くだけ聞いてやろうと。 道連れになって歩き出すと、今から4年ほど前の夏の森のことでございました。ある晩のこと、あの山岡屋へ泥棒が入りましてな。ふうむ、ちょうど旦那は留守でございました。ところがおかみさんのおたきというのが、眉の毛を反り落とした若い男を引っ張り込んでふざけているところへ、その泥棒がお見舞い申したのでございます。なるほど。その泥棒というのが、 ただの物取りばかりではない、一種返しに来たものと見えて、苗木さんと若い男を随分こっぴどい目に合わせて帰りました。なるほど。とても詳しくは申し上げられませんが、早い話がおかみさんと若い男をすっぱだかにしましてな。ふむ。それでお前さん、朝になってからの騒ぎというものはご老じろ、話にも絵にもなりませんわ。なるほど。それがたちまち評判になる。 山岡屋のおかみさんは強盗に裸にされたという噂がパッと広がったから、とてもいたたまれません。なるほど。そこへご主人が帰ってきた。ふむ。さあ、家は揉める。なんしろおかみさんというのがやつきの娘ですから、出るの入るの、吸ったもんだのあげく。鼻炎になったのかな。ところが騒ぎの真っ最中、ご停主殿が急にわずらいついてぽくりと死んでしまいました。 はあ、て、それからおかみさんというも逃す手鉢の大乱痴で新章はたちまちにめちゃめちゃ、家倉は人手に渡る。ふむ、そのまた買った人がどうして物立たない。何でもあの土蔵からお化けが出るという噂で、あれからもう三代目、こうして未だに売り物に出ていますようなわけで。それはまあ、何にしてもお気の毒。そのおかみさんというのは今どうしていますな。 さあ、そいつが聞き物で。しかし私ばかりこうべらべら喋っても良いもんですかどうですか。旦那、お前様は一体山岡屋の何なんでございます。お前さんはまたなんだえ。二人は顔を見合わせて。実は旦那、紙くずかいの言葉が妙に改まって。私どもの面にはお見覚えがござんすまいが、私どもの方には旦那のお面によーく見覚えがござります。 なんだ、私の面に見覚えとは。へへ、何を隠しましょう。と大きく出るほどのものではございませんが、実はあの頃山岡屋にデッチ暴行をしておりました。はあ、山岡屋の番頭さんか、それはおみそれ申しました。ちょうど、旦那があのお松という子を連れて店先へおいでなすったとき、お面をよく見覚えておきました。なるほど、なるほどだけでは張り合いがございません。 私もあのどさくさ紛れに店の金を少々持ち逃げいたしまして、ちっとばかり悪いことをやり、今ではこんな姿に落ちぶれました。旦那をお見かけ申したのは、他じゃあございません。何だい、元はと申せば、みんなお前様の巻いた種と言っても良いのでございますから、どうかいくらか恵んでやってくださいまし。お前さんも相当の悪になったね。 七兵衛はじろりと紙くずかいの面を見ると、紙くずかいは嫌みな笑い方をして。その代わり旦那、お前様が連れておいでなすったあのお松という女の子、あの子の行方を私がすっかり喋ってしまいますよ。うむ、そうか、ともかくお前さんにこれをあげるから喋れるだけ喋ってごらん。七兵衛は海中から取り出した財布をそっくりしくずかいに手渡しする。 どうもこりゃ恐れ入りやした。それでは旦那、これから私がその娘さんのいるところへご案内をしてしまいましょう。それで二人がかぐら坂のところまで来ると、噛みくずかいは足が痛い痛いと言い出す。どうやら俺を巻く気だなと悟った七兵衛は、わざと油断をしていると、ふいと路地を切れて姿を隠す。先回りをした七兵衛、追い大将。 横の方から御前かごをつく。いやあ、何がいやあだ。旦那は足が速い。お前さんも速い。ご冗談を、足の痛いのは治ったかね。また痛み出してきました。そんなら今のように駆け出してごらん。もうごめんです。一体、わしをどこへ連れて行きなさる。山岡屋のおかみさんのところへ。山岡屋のおかみさんはどこにおいでなさる。新宿に。 それじゃあ方角が違うわ。また出直しましょう。今度はクズ屋さん先へおいで。二人はまた歩み出すと、西の空がぽーっと赤くなります。あれ、あんなに赤く。火事だ。新宿の方だね。でも、風がないから大したことはありますまい。行っているうちに火の明るみはようやく大きくなる。確かに新宿の方角だ。早く行こう。 足が糸藤ございます。父兵衛は紙くずかいの手を取って引きずる。紙くずかいは苦しがって。旦那、そう引っ張りっちゃいけません。お前様の足は早すぎる。ぐずぐず言わずに早く歩きなさい。まあ待ってください。それじゃあ旦那、私は白状しちまいます。お前様のお尋ねなさるお松さんという娘は、女郎に売られちまったんですよ。何、女郎に。 どこへそれがお前様。早く言え。七兵衛は紙くず会の手をねじ上げると。それが遠くで、どこだ京都へ売られて行ってます。痛い。紙くず会の自白するところによると、おたきはあの晩、夜鉢を出し抜いてお松を欺き、急にこの男の矢へ連れてきたとのこと。そこへ連れてくるとともにお松を人会の手に売り渡したこと。 その売り渡し先は京都の島原であること、わざわざ京都へ売ったのは江戸ではことの発覚を恐れたからで、折よく京都の方から買い手が来ていたので話がまとまったものだということです。この男の言うことがどのくらいまで信用が置けるか知らないが、前後の話の辻褄はよく会うから七兵衛は。さあ、お前の家まで行こう。旦那、もうどうかごめんなすって。 おたきという女はお前の家にいるんだろう。いいえ、どういたしまして。おたきとお前とぐるになってお松をかどわかして売ったに違いない。なに、そんなことはございません。ともかく急げ。ちょうどこの時、町の角に地震番があったのを神くずかいが見かけて、突然に大きな声。泥棒、なに、七兵衛が首筋を締め上げると、 紙くずかいは苦しい声を張り上げて。旦那方、こいつは泥棒でござります。泥棒、泥棒。地震盤に詰めていたもの、今の火事騒ぎで通りかかったもの、こちらへ飛んでくるから七兵衛は紙くずかいを突き放して人混みの中へ姿を隠してしまいます。お松が果たして京都へ売られたものならば、七兵衛の足はすぐに京都へ飛ぶであろう。 七兵衛がその木で歩き出した時は、朝江戸を出て、その夜は京都の土を踏むことであろう。それとは関係なく、机龍之助が落ち行く先もまた京都であるとすれば、宇津木兵馬の追って行くところもまた京都でなければならぬ。ことに芹沢、近藤、土方ら、新重組が数を尽くして向かうところも京都警護の役目である。十四。 大梅街道をとぼとぼと歩いていくのはよはです。背にはイクタロウをおぶって、手には風呂敷包みを紐でからげて下げ、足はわらじを履いて歩きながら時々涙をこぼしています。よはの身になっても意外なことばかりで、お松を連れてこの街道を帰るつもりであったのが、一夜のうちにこんなことに変わってしまったのです。おう、よはじゃねえか。あーたろクさん。 畑の中で仕事をしている知り合いの白章。江戸から帰ったのかい。うん、もう買ったかい。もうからねえ。そりゃどこの子だい、お前の子じゃあるめえ。俺の子じゃあねえよ。広いっ子かい。広いっ子だよ。ああ、お土産を持ってるな、よはちさん。そのお土産をここへ分けていけよ。よはちは情けない目をして包みに目を落としながら。こりゃお土産じゃねえよ。 この包みにはお浜の威発が入っているのです。タロサクさん、オラが車は大丈夫かえああ大丈夫だよ。水でツン流されるようなことはなかったかいうん、そんなことはねえ。さよなら、与八はスタスタと出かけます。三たの山も沢井あたりの山も大菩薩の方も目の前に連なっています。与八はこれを見るとまた悲しくなって、 そっと後ろの幾太郎を振り返ると、子供は無心に寝入っている。ぼんやり立ち止まっては、下げていたお浜の黒髪を包んだ風呂敷に目が落ちると、一人でに涙がこぼれます。余八は,は良いことをしては、いつでもそれが悪い結果になる。あれもこれもみんな自分が馬鹿だから。これから初見滅ぼしに多くの人の追善を図り、 片らこの子を育て上げて立派な人にして申し訳を立てねばならぬ。与八には人を恨むという考えがなくて、一も自分が悪い、二も自分が悪いで通っていくのです。オラの王先生に拾われたところはここだ。与八はその昔、自分が拾われたというところへ来て一休み。のの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 父母のめくみもをかきこかは寺。 仏の近い頼もしきかな。のの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 の。15、東海道、関、江戸へ106里2丁。京へ19里半。伊勢の国鈴鹿峠の坂の下からこっちへ2里半。有名な関の地蔵が6代無限の尺状を振りかざしたまうところを西へ5丁ほど、東海道の王冠よりは少し引っ込めんだところの、山宮の抜け道へは近い粗末な茶店に。 70ばかりになるおじいさんがひなわをこしらえながら七番をしていると。許せ。上りの客はこの宿で、下りの客は坂の下あたりで宿を決めてしまったと思われる自分、この茶味性表然と舞い込んだのは一人の旅の侍であります。おいでなさいまし。親父はひなわの手を休めて腰を立てると、武士は肩にかけた振り分けの荷物を縁台の上に投げ出して、のばかまの裾をはたはたと叩き。 親父、はい、組み立ての水を一杯ぱ書もう。はいはい、組み立ての水、よろしゅうございます。うちの井戸は自慢者の上水でございまして。牢屋が水を組みに裏へ回るとき、九段の武士は遠台に腰を下ろしていたが、頭にいただいた竹か我がさは取らず、細く銅金を入れた太刀を取って脇に置き、節目になった顔を傘の下から覗くと、沈み切った色。 机龍之助はともかくも、京都を目指してここまで落ちてきたものです。牢屋が手桶に汲んできてくれた水を、竹の批尺で一口飲んで、残りを敷居越しに王冠へ投げ捨てて、批尺を手桶に差し込んでほっと息をつく。お茶をいかがでございますな。牢屋が念を押してみると龍之助は首を左右に振る、火鉢を進めてもタバコを吹かす様子もないし、 戦覇たなく牢屋は再び元の座に戻って日縄にかかろうとすると、わらじを一足くれぬか、はいはい、吊るされた手作りのわらじ一足を引き抜いて、峠を三度上り下りしても大丈夫、金のわらじというのでございます。老人の癖は自慢である、水を飲ませるにもわらじを売るにも、すべて自慢がつきまとう。それはそうとお武家様、 今からわらじを履き替えていずれへござらっしゃる。龍之助の履き替える足元を見ながら、牢屋が不審を打ったのは、この宿で泊まるにしても、坂下まで行くにしても、まだ持ちそうなわらじを捨てるのは早い。龍之助はその不審に答えなかったから、牢屋は手もちぶさたで。フらねばいいに、軒場から天を仰いで一人ごと。なるほど、今日は朝から陰気臭い日和であった。 咳のマンのパクが、未だにこの土にとどまって気圧を左右するのか知らん。予作思えば照る日も曇る、の歌が、陰に響けば雨が降る。今夜はこの宿でお泊まりが分別でござりましょうがな。牢屋は忠告とも独りごともつかないようなことを言って、また座り込んで火縄にかかる。わらじを吐き終わった龍之介は、傘越しに空を見上げているところへ。 さあご心臓、ここが抜け道の茶屋で。威勢よく店先へ着いた一丁の籠、タレをあげると一人の女。お浜、龍之助はわずかにその名を歯の外には漏らさなかったけれども、この女の長浜でなければ不思議である。それとも龍之助の目には、すべての女の顔がお浜のそれに見えるのかもしれません。籠屋さん、どうもご苦労様。 龍之介は目をつぶってその姿を見舞いとした、耳を押さえてその声を聞く舞いとした。あれもこれも息きつし、女は籠から出て、籠屋さん、どうもご苦労様。と言いながら帯の間を探ってみて、ハット面の色を変え、慌ただしく懐やたもとに手を入れて。まあどうしましょう、ちょっと籠の中を。隅々を調べてみて東悪の色はいよいよ深く。 かごやさん、ずみませんけれど。二人のかごやは突き立ったなり、左右から女の様子を眺めていたが。なんだえご心臓。連れの人がほどなくこれへ見えますから、少しの間待っていてくださいな。待っていろとおっしゃるのは、確かに持っていたはずの髪入れが見えませぬ子。なんだ、髪入れがねえと。女の面をじろじろと見て、 片らに敷き放してあった御座の上に尻を乗せたのは、この宿では滅多に見かけないが桑名から三宮の道あたりへかけてはかなりに知られた黒坂という悪でしたから、茶店の牢屋は気をもんでいると。そいつは大変だ、亡くなりのをそのままにしておいたんじゃ、この黒坂の顔が立たねえ。悪くする徳も助け仲間の直れになるのだ、なあ相棒。うん、そうだ。 それじゃあ、もう一番籠に乗っておもれ申して、お前様に頼まれたところからここへ来るまでの道を、もう一遍よく見極めた上、宿役へお届け申すとしよう。相棒、時の災難だ、もう一方貸してくんねえ。合点だ。ああ、もし、それほどのものではありませぬ、ほんのわずかばかりですから。どうも困りましたね。お前さんも困るだろうが、 こっちも商売の傷になる。さあ、どうかお乗りなすっておくんなさい。手を取って無理にも籠へ押し込もうとするから、女はこうじ果てて。それでは籠屋さん、こうしましょう。つやつやしい髪の中から抜き取ったのが、四すばかりの銀の平打ちのかんざし。これが急した挙げ句の思案と見えて、これを取っておいてください。そんなものはいらねえ。 黒坂は平打ちのかんざしをぐっとひったくって。さあ、もう一遍ん籠に乗り直しておくんなさいまし。籠長さん、籠長さん。ひなわの牢屋やは見かねて膝を叩たたいて立ち上がってきました。まあまあ、わって出たけれども、差し当たり仲裁の言葉に行き詰まって。いい加減にするがいいやな。何がいい加減だい、とっさん。女衆にあんまり言いがかりをつけねえことだ。 じいさん、言いがかりというのはどっちのことが、引っ込めんでいな。あれ、どうしましょう。よ、もう一遍乗り直しておくんなさいまし。女の腕を押さえて、片手は帯のところへかけて押せば、よろよろとカゴのヘリへ押し付けられます。あれ、堪忍してください。こうなると机竜之助、たとえ血も涙も枯れ切った上のこととはいえ、なんとか言葉をかけねばならぬ場合に立ち至ったのです。 カゴ籠カゴ黒坂が振り返ってみると、今まで気がつかなかった旅の侍が一人、傘越しにじっとこっちを見据えています。何ぞ御用ですか。カゴチンは拙者が立ち返るによってこれへ出ろ。へえ、連れというのはこの武士のことであろうかと、黒坂はそう思って龍之介のそばまでやってきて。何、このご心像がおかしなことを言うもんですから。 敷居の上へ腰を下ろしてタバコ入れを引き抜き、太いキセルを取り出して口に加え、カマスを横にしては炊いてみる。いくらになる。へえ、亀山から一里半の長馬でござい。よろしい。龍之助は財布を取り出して、小銭百分をパラリと円台のござの上へ投げ出して、その取るに任せると、黒坂は横目で。ありがとうございます。その小銭はまだ手にだも触れないで、 女の方を流し目に見て。ご心臓、逆手の方をいくらか、旦那に話してみていただき低問でございます。女もまたこの時、龍之介のあることを初めて知って、いかにも気の毒そうに。そんな無理なことを言うものではありませぬ。無理とはどっちの言うことだご心臓、一体お前様は亀山のどこからおいでなされた。 お前様のカゴに乗り方があんまり慌ただしいから、随分逆手をもらう筋があると睨んだのに何が無理で。まあ、どうしましょう。女はわーっと泣き出すと、龍之介はスックと立って物も,も言わずに黒坂の横面をピし入り。あいた。黒坂は何としたか一度ひっくり返って、その次に居直るかと思えばそうでもなく、雲を霞と逃げていきます。黒坂の逃げたのは、 龍之介を巡回の役人とでも思ったのか、それとも叶わじと見て仲間を呼んで仕返しに来るつもりでもあろうか。なんともお礼の申し上げ様がござりませぬ。女は乱れた絵紋をつくろうて龍之介の前に心からの感謝を捧げる。お怪我はござらぬか。い,いえ、別段に怪我はいたしませねど。あなた様がおいでくださらねば、どのようになりますることやら。 悪い籠ごやどもだ。龍之介は再び縁大に腰を下ろす。霊を言う女の顔、潤沢な髪を島田に言うた具合、目つきに人を引きつけるところ、首筋から背かけてすっきりした。どう見てもお浜です。おおおとよさん、これに見えてか、エロを私は遅れましたわいな。こう言いながらこの場へ駆け込むようにしたのは、旅の姿はしているがつやつやしいやさ男。 んさん、私はひどい目に遭いましたわいな。女は男の姿を見かけるとおろおろと泣きかけたので。お前は泣いている。まあ、どうしたものじゃいな。男は近寄って女の背をなで、髪の毛までもかき上げてやり、旗の見る目も親切にいたわります。悪い籠屋に難題をかけられて危ない目に遭うところを、これにおいでのお武家様に助けていただきました。 大悪いかごに、わしもそれを心配していた。これはまあ、いずれのお方様やら、お親切に。若い男は龍之助の肩に向き直り、創卒の場合ながら折り鏡も至って丁寧であります。この若い男の語るところによれば、男は京都のもので女は亀山、二人は親戚の間柄で、一緒に伊勢三宮をするとて、 この宿で待ち合わせる約束であったとのこと。龍之助は、二人がこもごも申し述べるお礼の言葉を聞き流して。おのおの方は早くここを引き取りなさい。また悪者が立ち返るとことが面倒じゃ。さようならば。男は女を促して、龍之助には改めて陰銀にお辞儀をして、手を取り合わぬばかりにいそいそとして立ち行く二人の後ろ影を、 スクエリュうのスケはしばらく見送るともなく見送っておりました。おお、いらざることに暇どった、親父、茶台を置く。十六、坂の下へ着いた自分には、坂も曇れば鈴鹿も曇る、果たしてぽつりぽつりと涙雨です。この雨が峠へかかれば雪になる。雨になり雪にならずとも夜になるには決まっている。鬼の住む町鈴鹿の山を、 ことさらに夜になって越えなくとも、坂の下には大竹小竹といって、間口十八間奥行きこれにかなうな大の旗小屋もあるのだから、龍之介一人を止めて狭しとするでもなかろうに、脇目も振らず、とうとう坂の下の宿を通り越してしまいました。これから峠へかかって三里、茶屋も宿屋もないものと思わねばならぬ。さては夜道をするつもりでわらじを履き替えたものと見える。雨か。 龍之介が立ち止まって天を仰いだときは、鈴鹿の山も関の小山も一帯によると雨とに包まれて、行く手にうっそうと一村の杉の小立ち、巨人の姿に盛り上がって、その中からちらちらと灯明の光が漏れてくる。庭いつか鈴鹿明神の鳥居の前から遠からぬところに立っていたのであります。ああ雨か。この雨は、龍之介が坂の下の宿に入る自分から降り出した雨です。 今見ればかさもかっぱもびっしょり、それを気づかず、ここまで来て。雨か、は花は肌遅い。あのマロードはどこへ行かんすやら。大竹尾竹の宿引きが不審の目を見張ったのも気がつかず、一文字にここまで来て。雨では山越しも困る。鈴鹿明神の森の中を見込むと、鳥居の右へ向かっては峠の山道。鈴鹿午前の八代と内下ぐうとが胸を並べた中に、 カスガの大灯籠の光も雨に濡れている。左手にはそそり立つ大杉一元と、その下にあたごのヤシロ、続いて宮司の構え。龍之助はそのいずれへも行かず、正面から鳥居をくぐって杉の大木の下の石段を踏む。引き返したとていくらの道でもある舞物を。尋常の旗子について、柔らかいヤグをかぶって、穏やかに夢を結んだらよかりそうなものを。 身に火のついたものは井戸の中へも飛び込む。龍之助は神道に燃え盛る火を消さんがために、わざと寂しいところ、恐ろしいところを求めていくのか知らん。闇をたどって忍びやかに鈴鹿明神の頓宮に入り込んだ龍之助は、とりあえず荷物を放り出して、革袋の中から火打ち道具とろうそくと懐中付け木とを探って、火をつけ床に立てて、濡れた傘とカッパを脱ぎ捨てて、 また革袋から小庄賃を取り出し、床に立てたろうそくをそれに移して一通り社殿の中を見回しました。荷物を枕にしてみたが眠れない。お浜によう似た女のことが、どうも目先にちらついてならぬ。若い夫婦が二見ヶ浦のあたりを行く、それがお浜と自分のようだ、お幾太郎もおるわい。とにもかくにも、お浜は情のある女であった。 不足を唱えたのはああいう勝値気な女の常で、そのくせ、よくあの暮らしに辛抱して世話女房を務めおわせたものだ。情に強いようでには極めて脆い女である、自分を誤ったのがあの女の罪か、あの女を謝らせたのが自分の罪か。今となってものの哀れに動かされると、龍之助も人が恋しくなる、目が冴えて眠れない。外では雨に混じる風の音、 稲荷の滝の音が遠く攻め鼓のように響いてくる。と、その中に人のいびき。はて、人のいびきがするようじゃ。龍之助は古蝶賃の光を上げてみると、四隅のいずれにもいびきの主は見えないで、見上げるところに大きな額、竜るるごとき必聖で。鈴鹿山、浮世をよそに振り捨てて。いかになり行く我が身なる乱。これはこれ裁量奉仕の歌でありました。 17、お前にそう言われると、わしはどのようにしてよいやら。床の柱に持たれて若い男は思案に暮れている様子を、それと向き合って女はなだめるように。どうと言うて新んさん、今宵はここへ泊まって、明日は大人衆を帰りなさるがお前のため、私のためでご参照。それがなるくらいなら、わしはこうしてここまで来はせぬはいな。そんなら、 どうしようと言うの。それはお前の心を聞いての上。私の心は今言うた通り。では、わしに京都へ帰れと言うの。それがお互いの情分別。やと言うて、わしはもう京都へは帰られぬ。そんなだダ,ダを言うものではありませぬ。いやいやお前は何も知らぬ。わしが今日の身の上を知らぬ。今日の身の上と言うて、 お前はやはり亀岡屋の後を取る安楽な身分ではないか。それが違います。今の亀岡屋はお前の思うているような亀岡屋ではありやせぬ。わしの家は先月の16日の夜に盗賊が入って。あの、盗賊が軍用金者という手家の金銀はもうすに及ばず、講義よりお預かりの大切な品までもみんな奪っていきました。それは、ついぞ初めて聞きました。 それに、わしが前からの身持ち、多分の使い込みが一時に現れて、本にもう立つせがない。そんなこととは少しも知りませんでした。亀岡屋は丸つぶれ、父母へ何ともお気の毒、それに不憫なわ妹のこと。おゆきさんが、あ、島原へ身を売ってしまったわい。男はほろほろと涙をこぼします。まあ、おゆきさんが島原へ、女は驚いて、 もう一度詳しく話してください。おゆき様はもうお勤めにお出なされたか、島原は何という家で、それはお母様もご承知のことか。この上訪ねてもらうまい。ともかくそれで、わしが今日へ帰れぬわけを察してたも。男は腕を深く組んで、しゃくり上げているようです。龍之介とはひなわの茶屋で別れて、この若い男女は三宮に行くでもないし、 地蔵堂に近い宿屋の離れ座敷に、こうして打ち明け話をし合って泣いている。峠で龍之助を苦しめた雨は、ここの中庭の植え込みをも物柔らかに濡らしている。咳の小満の涙雨は、どちらへ降っても人に物を思わせると見えます。どうしましょうね。今までなだめ気味であった女の方が、事情を聞いてから、一層力を落としたようです。 せめて妹の身を救うてやりたいが、しばらく経って男の声。外では雨がじめじめ降って、夕べを告げ渡る宝蔵寺の鐘の根に、たった今女中の灯していった明かりの影がゆらゆらと揺れる。女はふと思い出したように、庭の木立ちに注ぐ雨を見て。日が暮れました。今晩は帰らねば。そぶりは急に落ち着かなくなる。帰る。 男はきっと首をもたげて、わしを一人置いてお前は帰るのか。悪くとってはいけませぬ、私はもう前のような身では。はあ、それではかねて噂のあったように、あの、お前の縁組が。そんなことはないが、今宵はどうぞ気してください。そして私にも考えることがありますゆえ、明日の朝はきっと出直して参りますから。もう日もくれたに、 一里半の道を。また最善のような悪者が出たら。というて、帰らねば私の身が立たず。籠は宿に頼んでしょうの知れた者を雇うて行きますから。それでは立って止めても悪い、帰るならお帰り。どうぞ、そうしてください。その代わり妙長は。男は返事をしない、女はすまないような気分で立ち上がりました。 女の亀山へ帰るというのを、男は涙を隠して廊下まで見送り、引き返して、がったりと倒れるように。ああ、豊山までが。と言って、またハラハラ。亀山へ帰るという手出たお豊は、しばらくするとなぜか戻ってきました。廊下を忍び足に、元の室のところまで来ると、障子の外に立って中の様子に気を配るようでしたが。これまあ、 新さん、お前は、障子押し開け、飛びついた男の手に柱輪がある。男は脇差しを抜いて喉へ突き立てるところでした。こんなこともあろうかと、胸が騒いでならぬゆえ、立ち戻ってきましたわいな、さあ話して。豊さん、どうでもわしは死なねば。そんな気の弱いことがありますものか、書き置きまで書いて、危ないこと、危ないこと。 女は男の手から脇差しをもぎ取って、今お前が死んだら、親子たちや妹さんはどうします。私もこれでは帰れない、帰ることは止めにします。マ、ま、さん、止まっていきます。今宵は止めてもらいましょう。ゆっくり打ち明けて相談をしましょう、ね。おゆたかは新三郎と一夜を語り明かし、どう相談がまとまったものか、その翌朝は二丁の籠を並べて、 亀山へは帰らずに、ちょうど龍之介が大津へ着いた頃、二人は鈴鹿峠の上を越えたものでありました。おとよの実家で娘の姿が見えぬとて、親たちもお豊かの婿になるべき一持ちマナコになって、八方へ飛ばした人が、関と坂下へ来た自分には、二人の姿は土山にも石辺にも見えませんでした。定本、大菩薩峠1、千曲文庫、千曲書房。 1994平成6年12月4日第1ずり発行。1996平成8年3月10日大第5ずり。底本の親本大菩薩峠ちくま房1976昭和51年6月初版発行。底本は物を数える際や地名などに用いる。 が、句点番号5-86を大ぶりに作っています。入力、株、もも。構成、原田翔子。2001年5月9日公開。2005年11月9日修正。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫。 h t t p w w w a o z o r a g r j p スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。